こに行くんだい？どこに行くんだい？ふう、休まるね。ライザ、面白いもん作ったぜ。ちょっとこっち来てくれよ。面白いもの？ほら、これだ。これって畑じゃない。どこが面白いもんなのよ。私が毎日どれだけ畑仕事から抜け出そうと苦心してるか、二人なら知ってるでしょうに。そう毛嫌いすんなよ。別に言いつけられた仕事をするわけじゃない。ここなら好きなもんが作り放題だぜ。そうそう、錬金術の材料になりそうなものを育ててみるとか、いろいろできるんじゃないかな。言われてみれば明暗のような気も。何を作るかはライザの自由だよ。頑張ってね。なるほど。何作っちゃおうかな。どこにしよう。おう、どこに行く。さすげえ。また。ちょっと。どれが必要？
休んじゃおう。どこに行くの？なるほど。どれがひ、取引またきま、どこに行くの？どうしようかな。どこに入れようかな。うわ、いい、うわ、いい感じかも。うわ、いい、うわ、どれがいいかな。これでいいかな。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。よし、立派な斧ができたぞ。これがあれば木を切ったりできるから、新しい木材が手に入るかも。他にも使い道があるかもしれないし、外に出るときは持って行ってみよっと。おう、どこに行く？こりゃまた盛大にぶっ壊れたもんだな。よーしょ！大事に使わせてもらおう。よー、一気にやっちゃおう。それ、おりゃ。
行きます。それそれ、ライザ一緒に行きます。ライザ頼んで、いってえな、たくさん降ってきて。あれ、もう終わりかよ。必ず勝とうね。行きます。せい、行きます。ライザ一緒に行きます。いいな、ライザ頼んだ。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。いいもの、できそうな予感。どれにしようかな。これでと、さあどうだ。できた、バッチリ。ハンマーができた。あ、でも思ってたより結構大きくて重いな。おお、ハンマーも作ったか。感心感心。アンペルさん、とりあえず作ってみたけど、これで合ってるのかな。ああ、材質も申し分ないし、これなら簡単には壊れない。採取の幅も広がるぞ。というと？その辺の岩も砕けば中から希少な素材が見つかることもあるだろう。岩のように硬いものから何かを得ようとするなら、やはりこれくらい大掛かりなハンマーは欲しいところだ。確かに使うのは大変そうだけど。あと採取とは別の話だが、新たな道の開拓にも使えるだろう。ここに来るまでにも何箇所か見かけたが、岩崩れなどで閉ざされてしまっている道があった。ああいう場所をハンマーで切り開けば、さらに新しい採取地にたどり着ける可能性があるな。なるほど、私も見つけたら試してみよう。おう、どこに行く？頼むよ、何も起こらないでよ。
石って金属の元だよね。よいしょ。やっぱり普通の石より重いのね。ライザ、驚きすぎて面白い顔になってるぞ。面白いって、受けた衝撃を声と顔に出してたんでしょうか。だってほら、見事にどの葉っぱも真っ赤でさ、不思議な光景だな。絵の具で塗ったみたいな色合いだね。そういう種類の木なのかな。地面の成分が影響してるのかも。なるほどね。木の種類か、地面の成分か、はたまた絵の具か。いや、絵の具はないだろう。そんなに調べたいなら、苗を一本持って帰って村なりアトリエなりで育ててみればいいんじゃないの。なるほど、実験と検証。やっぱやめとく。え、どうして。その木が育つのを確かめられるほどクラウディアは村にいられないだろうし、それに今みんなで一緒に見て思い出にする方がこの綺麗さを覚えていられる気がする。まあそんなもんかもな。一緒に見て思い出に。そうだね。だから少しみんなで眺めてよ。こんな感じでいいか。木を見つけるだけなら簡単だぜ。行くぜ。せい。それ。せい。行きます。ライザ、頼んだ。たくさん降ってきて。ライザ、一緒に。よし。行きます。ほらよ。場所が変わると取れる木材の種類も変わるね。どういうのがあるといいんだろう。新しく行けるところが増えたね。どうしようかな。どこにしよう。いい感じかも。いいもこれでいいかな。さあどうだ。できた。バッチリ。なんか上達してきた気がする。どこに入れようかな。どうしようかな。どこに入れようかな。いいも
ものできそうな予感。いい、どれにしよう。これうまくいくかな。できた、バッチリ。ちょっと休まった。気分転換も大事だしね。うん、いい景色。島もこうして外から見ると新鮮で綺麗に見えるかも。湖も綺麗。なんか変だな。いつもと何か違うような。あ、波の向きが違う。そういえばアンペルさんから湖の変化には注意しろって言われてたような。アンペルさん、リラさん、ちょっと湖の様子がおかしいんだけど、前に何か言ってなかったっけ。お前が蒔絵を作った時のことだろう。潮目が変わると水の下ではいろいろな変化が起こるものだ。海とつながっているこの湖は魔物が入る恐れがある。だから漁師に注意しろと伝えさせたわけだが。湖の漁師たちなら何らかの異変にもう気づいているかもしれんな。どこに行くの？あ、ボス。今日は土下座の目障りだの言わねえんだな。そりゃそうか。なんせ助けられた側だもんな。怪我、もう大丈夫そうね。うるさい。お前に気遣われる言われはない。お前の助けなど俺は望んでいなかった。ボーズ、私は分かってもらえればそれでいい。今の私たちが何でもなくはないって。なるほど。その自信の根拠が、あの流れ者ども、錬金術ってわけか。そうよ。行くぞ、ランバ。助けた礼もなしか。まあ最初から期待もしてねえけどよ。もうやめなよ、レント。なんで一番いじめられてたお前が言うんだよ。こんな時くらいもっと。みんなボース君と喧嘩中なんだ。見てたろ、そんなの当たり前さ。あのイケスかない野郎とはずっと敵同士だよ。敵、友達じゃなくて。ボースと私たち、子供の頃はよく一緒に遊んでたんだ。ライザ。でもあることで大喧嘩してさ、それっきり。確かに喧嘩中ってことなのかもね。よう、来たぜ。クラウディア。
こんにちは、二人とも。どうしたの？ああ、いや。ボースと話した時のこと、ちょっとクラウディアに謝らないとって思ってさ。あっさり言うなよ。大体、俺は悪いこととか何もしてないのに、なんで謝るとか、そういう。自分で言ったくせに。そういうことなら、お互い様でいいんじゃないの？私こそ、ごめんなさい。よく知りもしないのに、余計な口を挟んじゃって。別に、俺も怒ってねえし、いいよ。で、ああ、そういうめんどくさい話はやめだ、やめ。そうそう、その普通な感じでいいんじゃないの？それより二人とも、ここ来るときに気づかなかった？気づくって何に？湖の様子よ。なんだか妙に静かじゃなかった？そういや、やけに湖面がないでたな。また不良がなんとかって話か？さあ、でもやっぱり何か嫌な感じがするんだよね。とは言ってもどうすりゃいいんだ？そりゃやっぱりまた漁師さんに忠告かな。またうるさがられるだけじゃ。危険を黙って見てるよりはうるさがられる方がマシよ。船着き場に行きましょう。どこに行くの？それにしてもフィルフさんか、大変なことになった。あ、いや、知らなかっただけでとっくになってたのか。アンペルさんとリラさんはそれを食い止めるために島の内外の遺跡を調べて回ってたんだね。あの魔物がただの石膏でしかなかったなんて。じゃあアンペルさんの言う大信仰って、あれ以上のがそれこそ大軍勢で来るんでしょうね。そりゃクリント王国もボコボコに。おーい、ライザー。あ、漁師さん。ああ、不良の時に負け絵をあげた。また何か用？こっちも話を聞きた。ここんとこ巻絵の危機が落ちてんだ。また新しいのを作ってくれねえか。え、あれ結構強力に作ったのにもう効かなくなっちゃったの？そうなんだよ、全然取れなくなっちまった。頼む、島の漁師全員を助けると思ってよ。巻絵で大量になるからって調子に乗って取りすぎたんじゃねえのか？バカ言うな、取る量は不良前より抑えてんだぞ。こっちがどれだけ苦労してやりくりしてるか。あ、わかったわかったよ、俺が悪かった。で、どうする、ライザー？もっと強力なの作るか考えてはみるけど、そもそも餌頼みの量ってどうなのかな。不良の原因について餌の効力が落ちたこと以外に思い当たることってありますか？学者じゃあるめえし、小難しいことはわかんねえよ。俺たちが感じるのはまた潮目が変わったくらいだな。やっぱり変わってるんだ。じゃあ外界の魔物なんてのも現れたり？だからあん時も言っただろ、外界で何十年に一度の大しけでもなけりゃそうそう来ねえって。アンペルさんが言ってたことだし、ちゃんと用心しといた方がいいと思うな。アンペルって最近この辺うろついてるまじないしか？あんな流れ者の言うことが当てになるのかね。ちょっと、アンペルさんはすごい錬金術師なのよ。私が巻絵を作れたのも。どうどう、ライザー、何にもないならそれでいいじゃねえか。よくない、竜もフィルフさんも出たのよ。外界の魔物だって来ないとは限らないじゃない。それはそうだけど。
だから気をつけた方がいいんだってば。なこと言ったってな。何もないものをどうやって用心すりゃいいんだ。寮を休むわけにもいかねえしよ。それはだからライザー、いや錬金術師さんよ、さっきも言ったが、とりあえず前のより強力な魔剣を作ってくれよ。そうそう、まずは不良の方をどうにかしなきゃ。何か起きたら知らせるぜ。ライザどうする？魚が湖にいるかどうか調べるだけでも意味はあるかな。分かった、とりあえず前のより強力な蒔絵を作ってみるよ。おお、よろしくなライザ。いや本当に助かるよ。チッ、自分の都合ばっかり押し付けやがって。漁師さんの言うように実際には何も起きてないわけだし、しょうがないよ。それにしても作り方の当てはあるの？分かったとは言ったんだけどさ、どういう餌ならよく食いつくかってのは分かるんだ。ある方向に匂いが強くて好みの味なんかもあって、ただ前に作ったのと比べてより強いものをって考えると。いい、こんなところに集まってどうした？お、リラさんとアンペルさん、実は。私は魚の餌のことはさっぱりわからんが、強い匂いのあるものならば。何か知ってるの？北の宿場に買い出しに行ったとき、全体が強い香りに包まれている森があるという話を聞いたが、おそらく香りを出す木か何かが生い茂っているんだろうが、その辺を材料に使えばいいかもしれん。香る木か、ありがとう。場所としては街道をずっと北に行ったところだそうだ。分かった、目的のものがあるかは分からないけど、行ってみなきゃ始まらないし、行ってみるよ。ねえ、どこに行く？どこに行こうかな。どうしようかな。どこに
にしよう。さあ何を入れよう。何を入れるのがいいかな。いいもの、で、いいもの、で、うわ、いい、いい、どれがいいかな。さあ、何を入れよう。いいもの、どれがいいかな。さあ、何を入れよう。いいもの、どれにしようかな。さあ、何を入れよう。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。どこに行く？
こに行く？この辺の光ってるの、魔石の森にあるやつと同じなのか？嫌いな女の子なんていない。どうする？それ。せい。いきます。それ。この調子で頑張ろう。木材で何作ろうかな。いろんなの作れそうだよね。やあ、やあ、
と触るの苦手かも。島にはあまり鉱石がないよね。全くないわけじゃないけどさ。鉱石のこの重量感、投げつけるのに向いてるかも。今度はどうしようかな。どこにしよう。さあ何を入れよう。何を入れよう。次はどうしよっかな。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じか。何を入れるのがいいかな。うわ、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。うわ、どれにしようかな。どこに行く？なんだこの匂いは。あまり好きじゃねえな。よーいしょ。大きい材料なら俺の剣で細かくするか。そのままで使っても薬になりそうだけど。よーいしょ。ここから調合で。
ちゃんとした薬にしたいね。よいしょ。この宝石はどんな性能だったっけか。いっぱいあってわからないな。だろこれ売って小遣いにしようぜ、でも買ってくれる人がいねえか。やあ、よーいしょ。不思議な気持ちになるわ。何が起こるか楽しみだな。取れたよ。
しかしここは暑いわね。あーもう汗だくだく。まあそりゃ火山だからね。火山って言っても噴火口はもっと上でしょ。確かに噴火口は上だけど、地下にもマグマが溜まってるんじゃないかな。その熱がここまで伝わってきてるんだと思う。地熱ってやつだね。はあ、地熱、地下。ってことはさ、話に聞く、あれはないのかな。あれ？あれってなんだよ。温泉よ、温泉。暖かい泉、地面から湧くお湯、天然のお風呂。汗を流せるし、体にもいいんでしょ。あ、ちなみに覗いたら容赦なく爆弾投げるから。そういうことは見つけてから言え。てか鼻から考えちゃいねえよ。もし見つけてもここは魔物も出るし、ゆっくり使ってる時間はないんじゃないかな。そう言われるとまあ仕方ない。探索を進めるとしましょう。温泉やっぱりないのかな。入ってみたいな。あ、クラウディア何か言った？あ、ううん、先に進もう、みんな。それやっぱり金属って重いな。必要ならもっと集めるけどさ。やあ！やあ！やあ！そーっと、そーっとね。毒があるからね。持てない。どこに行くの？どうしようかな。どこにしよう。さあ、何を入れよう。いいもの、できそう。いいぞ。どれにしようかな。